はい、おはようございます。始まりました。今日のワンコンティニュー、毎日更新でレトロゲームを遊んでおります。はい、そんな感じで今日のゲームはこちら。幽々白書ですね。はい。まあ、幽々白書のゲームはいろんなハードでいろいろ出てますけども、スーファミの一作目はこの、この感じですね。幽々白書ですね。まあ、こちら、ご存知の方もいるとは思いますけど、私もシステムよくわかってないんですね。これ、アドベンチャーというか、コマンドバトルというか、ちょっとまあ珍しい、バトルの感じのやつですけれども、ね、ちょっとシステムが分かれば面白いんだろうけど、ちょっと私はシステムが分かってないので、これ楽しめるかどうかなんとも言えないところですね。はい。まあ、このシステムがものすごい好きだっていう人もいれば、まあ私みたいにちょっと理解がちょっとまだできずに、抵抗があるっていうか、まあ、っていうのもあるかもしれませんけど。はい。というわけでやっていきましょう。とりあえず、今日のワンコンテンツ1回ゲームオーバーするまでに、どんな感じのゲームでしょうかとか体験したり紹介したりという感じでやっております。よろしくお願いします。幽々白書はナムコなんですよね。ドラゴンボールはバンダイ。キャプテン翼はテクモ。やっぱジャンプって誰だろう。なんで、レイガン言うた。お、幽々白書プロジェクト。ほう。流れるかな？流れない。微笑みの爆弾流れませんね。あ、まずクラマ。赤いなぁ、髪。あ、ヒエ。で、ユースケ。裏面、ユースケ。車に轢かれそうになった子供を助けて、死んじまった。クワバラは？ところが、なんやかんやあって。エンマ大王ジュニア、コエンマだ。浦飯祐介、お前を生き返らせてやろう。こうやって原作で言うとどこの感じまでだろうな。多分暗黒武術会はまだ、なんなら終わってない可能性すらある。あ、そうか、これ最初もしかして、号機はリストラです。デカンシヒエ、そして植物を操る妖怪盗賊クラマ。号機はリストラです。なんだったっけな、魂を吸い取る玉。三種の神器言うてんの二つだね。ここは気合を入れてますね。あ、オープニング流れませんか。そうですか。じゃあスタートボタン押しますよ。テイ。さあ、今スタートボタンが押されました。どのモードでプレイしますか。じゃあオプション、キーコンフィ。まあ、だからじゃんけんみたいなことではあるんですよね、多分ね。一応ね、上ガード、下ガード、かわす、受け、殴る技、0、5。下ボタンを連打して溜めて技を出すみたいなことで、ちょいちょいそのあれ、なんかちょっかい出すみたいな。十字キーを押しながら、十字キーを押しながら ABXY で、わあ、これここに票が欲しいよ、なんか手元に票が欲しいよ。これで霊気を貯めるとかってどうすんの？なんかね、あれを霊気を貯めて、やりゃわかるかな。このさ、ユースケとクワバラがメガホンと台本を持ってるパチンコと感じは、なんか裏がありますね。裏話がありそうですね。まあいいや、やってみましょう。ニューゲーム、パスワード。お前先に行け。すまない。
まあ、この辺はもうオリジナルとは一旦まあそれはいいじゃないっていう感じなんだ。オリジナルのストーリーとは違うけどそれはいいじゃないっていう感じなんですね。さあこの時点で冷えは炎の揚力は使わないはずですけどどうでしょうね。パンチ。パンチ。お、いいね。とりあえずちょっと一旦何か打ってみる。ショットガン、どう？よしよしよし、いいよいいよ。おお、めっちゃ効いた。え？え、何それ？ガードガード。あ、めっちゃ食らった。あ、これガードか。お、かわした。投手を燃やした。パンチ力がアップ。あ、ジャガー。え、これなんだ。なんか、あ、剣16回入り。まずいです、これ。あ、かわした。どれすればいいんだ。えい。とりあえず技を出す。あ、お互いに技を出す。霊気はどう取ればいいんだ。貯めればいいんだ、あの下の。あの、技と霊気のゲージ。あ、めっちゃかわされた。まずカウンターになるじゃん。あ、かわした。とりあえずパンチだけでもしかしたら倒れたらそれでいい。めちゃくちゃ殴ろうぜ。ゲージ溜まってない状態でパンチ仕掛けてもいいわけですね。今ジャンプしようとした。しかし相手は上空へ。カード、うー、どんぐらい、うー、まず。とりあえずパンチで、どう。よし、パンチ力が、パンチどれだっけ、下だっけ。あ、違う、何もできん。楽だった。あ、これ違う。やば。やば。かわして、かわして。危な。あ、なんだ、逃げじゃんじゃん。ますます何すればいいかも。
で霊力を使い切ってるんですけど、これどう貯めればいいんだろう。食らうねー。でも殴るしかできないんですよ。なんであっち そこそこ技出してんのにさ。霊力減らないの。あ、横のさ、真ん中のゲージを使って霊力を回復するとかできるっぽいね。終わるんじゃない？これ。あ、あ、待ちなさいよ。霊力を貯めるとかのやつがやっぱりわからんな。あとね、これスタートセレクトがそれらのボタンを押しても、あの途中で止められない。これ基本操作は分からないと楽しめないな。基本操作が分かった上でそのまあ駆け引きを楽しむゲームなんだけど、いろんな技を見れたということで、よしとしようか。よし。というわけで、本日お送りしてきたのは、今、十字キーを押さずに、X ボタンとかを押したら、で、技が回復したな。黒竜果たしてくれ、なんだろう。黒竜果たしてくれたらなんか黒竜果見れたんならもういいかなっていう気になるんだけど。あ、なるほどです。横に真ん中のやつのあのまあ今冷えの方に白いのが3つ溜まってるやつを技に振り分けるか霊気に振り分けるかが、あの色のボタンに対応してるんだ。だから X ボタンを押せば技の方に溜まるし、 B ボタンを押せばあの B ボタンを押せば霊気が溜まるしっていうことか。そういうことだったのか。よし、それが分かればどうだろうな。
なんとかなるのかな。でも、白い玉がどうたまるのかはわからないままだしな。はい、というわけで、ちょっとこのゲームの魅力、楽しみ方などを、説明、ご案内などができたかどうかは、とても、できてませんけども、はい、そんな感じでした。というわけで、お疲れ様でした。ありがとうございました。さよなら。あ、そしてこれが多分今月最後の更新かな。4月30日かな、今日が。はい。なので、来月以降もよろしくお願いします。はい。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。まあ、このゲーム、ちょっとまあ、生放送でいろいろ聞きながらやるとかでもいいかもしれないなとは思うものの、一回一回の試合時間がちょっと長引くなってもちょっと思ったり思わなかったり。まあ、そんな感じでお疲れ様でした。ありがとうございました。さよなら。